はい、どうも、タバコの巻き紙動画、巻き紙、レビュー配信動画です。今回は、スモーキングのブラウンですね。こちらです。スモーキングのブラウン。まあ、こちらはね、割と高評価の、評価がいい、ね、スローバーニングの薄いペーパーですね。薄めのペーパーですが、まあ、俺もよく、これ使って吸ってますけど、まあ、どんな感じなのか、ね。やはり高品質なのか。まあ、やはりあれだよね。紙の匂いとかがしなければ割とあれなんだよ。いいんだけど。紙の匂い。これ薄いですね。薄いペーパーですね。結構透けてこう見えるぐらいのペーパーです。この糊の部分がね、どうもね、このスモーキングのブラウンは、カールするんですよ。くるって、カールしちゃうとこが、嫌なとこなんですが。まあ、いいでしょう。吸っていきましょう。まあ、この動画需要ないだろうな。ほぼほぼ。間違いなく需要ないと思うけど。まあ、いいのだよ。俺自身のためにこれ作ってるから、この動画。うん、独特の香りがしますね。髪の燃える香りじゃなくて、なんだろうな、独特な香りがするんだよ、これ。ね、ちょっと酸味があるような、香りがするんですよ。普通のペーパーと違って。そこがちょっと好みが分かれる。で、あと、スローバーニングなんで、ほっとくとこれ消えるんですよね。そこもちょっと、まあ、うん。ちょっと酸味が目立つんだよね、この紙はね。あ、吸っているのはこれドラムですね。これドラムで、紙巻きレビューの、巻き紙か、巻き紙レビューの時は絶対ドラムで、統一して、あとフィルターもね、統一で。ピュアのスリムフィルター。本当に消えるのが早い。ほっとくと、30秒ぐらいほっとくだけで消えるんだよ。あー、やっぱちょっと酸味があるんだよね。この酸味がちょっと付与されるんで、あんまり個人的に好きじゃないんだよな。うん、よく使ってるんですけど、そんなにね、世間が言われてるようなね、世間でよく言われてるけど、すごい人気があるって言われてんだけど、スモーキングのブラウンは、まあよく人気あるって言われてますが、個人的にはちょっと酸味が強いんで、タバコの葉以外でその酸味が付加されてしまうんですよね。そのタバコの味わいじゃなくて、そのタバコの味プラス酸味みたいなのが加わってくるんです。うん。
ん、やっぱ酸味が強い。酸味が明らかに強いんですよ。あー、この酸味がなんとかなればな。やっぱブラウンのこれ無漂白、漂白してないやつだから、ちょっと色が茶色いんですけれど。まあ無漂白だからこそ、おそらく酸味がつくんではないかなと。まあ僕が勝手に思ってるだけですけど、非常に酸味が強いです。うん。だから俺、おそらくこれ好きな人は酸味が、この酸味が好きなんじゃないかなって思うんだけどね。まあタバコでほら、ゴールデンバージニアとかバージニア系って酸味強いんじゃないですか。それの、まあ関係で。この酸味がいいっていう人もいるんじゃないよね。まあ、もしくはゴールデンバージニアとかバージニア系のやつをこれで吸うことによって、どっちもどっちで酸味が強くなって、ああ、この酸味がいいわって。ま、人気あるやつ大体ゴールデン、じゃない、バージニア系だから。結構バージニア 100% のタバコとかでありますからね、人気あるやつ。ただ、ハーフスワレのこの、ドラムのオリジナルだと、明らかなるこの酸味の違いね。明らかにこの酸味が強い。この酸味は一体何なんだ？これは巻き髪のせいですね。これは巻き髪のせいなんで、ちょっと。世間でよく高評価がありますが、まあ個人的にはあれはちょっと、鵜呑みにしがたいよね。ここまで酸味が強いと、やっぱり、あれですね。ただ、スローバーニングなんで、結構長い時間吸えるっていう利点はあるんだけど。まあ、利点それぐらいですね。やっぱ本来のタバコの味を消してしまうっていうのは、プラスで酸味がついちゃうっていうのはちょっと、まあ、あんまりよろしくないよね。まあ、これは三つ星ですね。うん、三つ星。それではご視聴ありがとうございました。